はい、今回は先日アバルトから発表となったファイナルエディション、アバルト695 75周年アニベルサリオ、この車両についてお話ししてみたいと思います。1ヶ月ぐらい前に、私の動画でアバルトがそろそろ終わるんじゃないかというね、あの予告動画を出したんですけれども、その時にこの75周年のアニベルサリオ、これが日本に導入されて終わりになるんじゃないかなと、そういうような予想をしていたところなんですが、この度あの正式に発表となりました。そしてこのアバルト、私はあのフィアット500のオーナーとしてですね、だいぶ前から注目をしていたところなんですけれども、ガソリンのモデルが終わりとなるということなので、最後に買い替えとか増車とかですね、いろいろ目論んでいたところでありました。ところがですね、この出た内容とか価格、それを考えてみると、このアバルトのその値上げとか、あと装備の簡略化とかですね、そういうのが結構えげつなくてですね、買い替えとか増車には至らないかなと、個人的にはね、ちょっとねがっかりしてるかなというような、そんな状況であります。そして今回は、この、 ウェブでね、現在公開されている内容をもとに、少し、このファイナルエディションについて、精査してみたいと思います。まずね、このアバルトの、695-75 周年の記念モデルということで、先日ね発表となったところで、この7月末ぐらいにね、その発表展示みたいな形でね、最後を祝うというようなね、そんな形になるみたいです。そしてこのファイナルエディションに関しては、今年の初めぐらいに世界限定1368台と、これはね発表になっていて、本国あと諸外国の方ではね、すでに公開となっていました。アバルトは本国の方で限定車が発表されて日本に導入されるというの、そういう段取りが続いていたので、今回もこの695最終のファイナルとして出るんじゃないかなと、そういうふうに思っていたところなんですが、やっぱり出たなというような、そんな感じであります。そしてですね、内容をね、その少し見ていきたいとは思うんですが、まず価格、これね550万円、ちょっととね、高すぎですよね。いくらファイナルといえどもね、ちょっとこれはねびっくりしてます。当然その限定モデルはね年々上がってきたということであるので、値上げに関してはされるんだろうなとは思っていたところなんですが、じゃあファイナルエディションがこの価格に似合う装備になっているのかなというような、そこをねちょっと見ていこうと思うんですけれども、まずね、台数に関しては日本に導入されるのはこれ350台、左ハンドルが100台で右ハンドルが250台、マニュアルのみということらしいです。そして特別装備に関しては、この75周年記念を祝うこのエンブレム、サイドエンブレムということで、エンブレムというかステッカーですよねこれ。ピストンがね、モチーフになっていると思いますが、これアバルト2気筒じゃないのにね、この2気筒、ツインエアの方につけてもらいたいようなマークかなとは思うんですけれども、この特別なエンブレムがついているそうです。それと、ベースがですね、695のコンペティツヨーネなものですから、シートはそれに準じているものだと思います。サベルト製のもので、ここの背中のところにね、特別なその刺繍が入っているという、そういうスポーツシートになっているみたいです。噂ではこれ後ろのそのシェルがカーボンバックシェルになってるんじゃないかなというのはね、そういう噂があるんですが、そこまでちょっと歌ってないので、果たしてね日本に導入されるモデルはそこまでなってるのかなというような、ちょっとその点については分かりません。それとあとね、このサイドのストライプ、ゴールドストライプでアバルトと大きく入っているという、これが特別モデルということみたいです。それとゴールドのホイール、タイヤサイズとかに関してはね、ベースモデルと変わらないと思います。それとフローティングディスク、ドリルドベンチレート、
これも普通のね695595と変わんないと思うんですが、フローティングディスクになってたでしたかね。ちょっとその点わからないんですが、まあ、あのオーナーさんにお分かりの方いらっしゃいましたらコメントください。それとあとこのルーフにね大きなこのサソリのマーク、まあゴールドで入ってるということで、まあ普段ここあんまり見えないですよね、上からじゃないと。まああんまりその限定というところでちょっと強くアピールするポイントなのかなとも思いますけれども、確かね他オプションだったかな、このボンネットのところにねこのサソリのマーク入れるとかそういうのもあったと思うんですけれども、まあ、このあのファイナルエディションに関しては天井のところに大きなサソリのマークが入るという、そういう仕様になっているみたいです。それであの特別装備に関してはねこれだけしかないみたいですよね。あと他にはまあマフラーがそのレコードモンツァ縦型のね F595 から続くあの導入されたこの縦型のレコードモンツァということで、あと180馬力のパワーユニットとかこの辺変わらないわけなので、まあそんなに特筆するべきのところではないですよね。あとギャラリーのところを見てみるとこれヨーロッパモデルみたいなんですけれども、このヘッドライトがあのハロゲンタイプになってますよね。あのキセノンタイプのやつはね日本の導入のはキセノンタイプになるとは思うんですが、ここがハロゲンになってたら本当にもうグレードダウンですよね。まあその点はねちょっと導入されてみないとわからないと思うんですけれども、それとあとこのね外観に関しては全く同じですよね。色がこのまあブラックというだけであって、例えばその前回限定モデルとして出たあの695のトリビュート131ラリー、あれなんかはあのまあフェンダーのモールのところが少しオーバーフェンダーっぽくなっていたり、リアのスポイラーがね大型のタイプ可変のタイプとかになってたと思うんですけれども、これですね、131ラリー、このようにあのリアのフェンダーのところがねフェンダーアーチが少し膨らみを持たせて1センチぐらいだったかな、少しワイドヘンダーになっているということと、このリアのスポイラー可変式大型リアスポイラー、このスポイラーねあのなんか部品で買うとかなり高いみたいですね、30万だか50万だかね。この装備がついていて、でこの前回出たその695トリビュート131ラリーは車両価格517万円でした。昨年発表になったやつなんですけどね。それからまあ30万アップしてるにもかかわらず、まあ価格に関してね、まあ装備はそんなに、逆に簡素化して、まあ値段が上がっているということなので、まあ、これもろその要は円安の影響、それとあとファイナルであるということでのプレミア価格の上乗せとかね、そういうのだと思うんですよ。それでまあアバルトはねこのまあベースモデルと発表になったのがもう17年ぐらいも前の車両なので、まあベースが17年ぐらい前の車両で最後のファイナルだからといってね、まあ、色をちょっと変えて、まあ、さほどね特別装備という感じはしないんですけれども、まあ、550万円の価格設定、これねどういうふうに思いますかね。まあちょっと私個人的にはねもう本当にえげつない、高すぎる、こんなに出すんであれば、まあ普通のね、まあ695のコンペティツィオーネですか、まあ、そっち買ってカスタムした方がいいんじゃないかなというようなそんな気もします。性能的なものとかねサイズ的なもの全く変わりないので、まあそれであればね、例えばこの695のコンペティツィオーネ、これ480万ですから本当にもう70万もね差があるわけですよ。それ考えるとね本当に価格高い値段で出てきたなというようなそんな感じはします。装備ちょっと見るとバイキセのヘッドライトってなってますから、
ハロゲンじゃなさそうですね。ここはあの日本国内のモデル、現行のモデルと同じような感じで出てくると思います。あ、カーボンバックシェルって書いてありますから、バックシェルもやっぱカーボンになりますね、これ特別。スポーツペダルは左ハンドルのみ。画像で発表されているところ以外にね、こういう装備のところを見るとね、細かく書いてあるので、ちょっとこの点まだ私未確認ではありますけれども、もうちょっとね、あの装備的にいいような感じみたいです。カーボンバックシェルはね、これ歌わないとね、なんかただ価格だけ 見ただけだと本当に高すぎるなっていうのは、そんな印象しか受けないので、その点はね、あの良かったかなっていうようなふうに思います。ただね、これをじゃあね、買おうかなってなった時に、それでもやっぱコスパを考えると非常に高いですよね。先ほど言ったように、その昨年発表となったこの695のトリビュート131ラリー、これ200台限定で出たんですが、発表した時の価格517万円でした。それでもうちょっとね、あの遡ってみますと、2022年に発表されたアバルトの 695SS、これはね470万円だったんですよね。この 695SS は私もね、あの買おうかと思って、まあ商談したんですけれども、左ハンドルが、少し売り切れてで入手できませんよというような形だったので、これは買い逃したみたいな感じになってます。で当時ね、買っとけばよかったかなと、そんなふうにも思ってはいたんですが、まあ買えずじまいで今に至るというようなところなので、まあその点はね、あのタイミングとか巡り合わせとかそういうのであると思うんでね、まあ何とも言えないところです。それともう少し遡って2021年に販売されたこの595のモメントというの、これはですね、あのメカニカル LSD を、まあ搭載していて、それでこれがね412万円なんですよ。これ80台ね限定で、マットグレーみたいなね塗装だったと思います。まあ、それなんでアバルトはね、まあ、毎年のごとく限定車という形で発表とはなってるんですが、まあこのようにあのメカニカル LSD がついていて、それでもその値段は安かったわけですよね。本当にもうこれはあの部品の価格の高騰とかですね、まああと為替の影響で本当にもうあの値段がね変わってきてしまったというようなね、そんな状況ではあります。このね695、まあすでにオーダー入れてる方もね多いとは思うんですけれども、まあお金あれば買えるんでしょうが、ちょっとそうだね、あの高すぎる、ちょっとというかかなりね、えげつないほど高すぎるっていうね、そんな印象ばかりが先行して、私もね最後のモデル注目しておって、まあもの、まあ買う魅力のあるものであればね、買いたいなとは思っていたんですが、これだとまあ見送りかな、見送るどころか、まあ、もうすでに買えないかもしれないですけれども、そんな感じで思っています。それとあの前回のねその動画でお話ししたんですが、この、まあ、カラーリングとかね、まあ、このいでたちとかそれを含める考えると、2020年に発表になったあの595の、スコルピオネオーロっていうね、あのブラックのモデルがありましたけれども、それとですね、まああんまり変わらないっていうようなね、感じになってます。この595のスコルピオネオーロビオーネオーロっていうね200台限定で出たんですが、これはあのまあベースがツーリズムだったものですから、まあそのパワー的には少し劣るんですけれども、見栄えはねほぼこれと似てるかなというような
そんな感じであります。まあ、ゴールドのホイールとかね、まあ、パッと見ね同じじゃないかっていうのはそんな感じではあるんですが、これがね200台限定で、368万円、マニュアルがね、あの MTA も選べましたがそちらは379万円で発表となっていました。今回のファイナルエディションに関してはコンペティツィオーネがベースなもんですから、まあファイナルを飾るにはね、まあ、そう欲しいんでしょうけれども、やっぱりこの装備を簡略化したような感じで、価格が高いというようなね、そんな印象ばかりが先行してしまうので、まあ普通のモデルでもいいのかなっていうようなね、そんな風に感じています。私も一アバルトファンとしてですね、またフィアット500のオーナーとしてこのアバルトにはね前々から注目していたところなんですけれども、これファンの皆さんまたオーナーの皆さんね、どのように感じますでしょうかね。まあちょっと高すぎるなっていうのは、まあ、そこだけねちょっと先行しちゃってるかなっていうのはそんな気はします。まあ、この価格でもね、まあ、売れることは売れるんでしょう。ただねその、まあ、日本人限定車好き、まあ、最後を飾るモデルとしてね、まあ引き合いはあるんでしょうけれども、内容に関してはね少し残念というかね、がっかりだったかなっていうような、まあ、個人的な感想ですけど、そんな風に思っています。はい、それではねアバルトの695のファイナルエディションが発表になったということでね、まあ分かっているウェブで発表になったところだけですけれども、少しちょっとお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。